ていましたでしょ。これ以上ないほど上手に踊れていた。そうやって褒めていただけると嬉しいです。君と踊ることができて楽しかったよ。ありがとう。次は私と踊ってください。いいえ、私ですわよね。これは…え、ま…君たち、落ち着いて。相変わらずすごい人気。まあ、仕方がないけれど。あんな大勢に囲まれてしまって、まったくあの男も隅に置けないね。ダメだよ、あの手の男は自分に人気があることが分かっていてもいろいろと疎いんだから。首輪をつけて手綱を握っておかないと。おい、助け、君たち、どこそ。あんな男は放っておこう。さて、私と踊っていただけませんか。おや、男に誘われて笑うだなんて失礼だな。で、踊ってくれるのかい。ええ、もちろん。君ならそう言ってくれると思っていたよ。素人踊っている間、君たちが一番目立っていたよ。目立っていることは分かっていましたけれど、一番なんてことは。ま、シロウは俺には負けるけど。まあ、相変わらず自信過剰ですのね。モテる男は自信過剰なくらいがちょうどいいのさ。自信がない男に魅力なんてないだろ。それはどうでしょう。なるほど。君はそんなにシロウのことが好きかい。そんなことは言っていません。今もものすごく注目されていますわね。悪いね。なんて言ったって俺は人気者だから。それご自分でおっしゃいます。事実だから。だろう。まあでもこの視線は俺だけに集まっているものじゃない。君が美しいからだ。みんな君に見惚れているんだよ。またそんなことを。からかってくるのはやっぱりいただけないけれど。仲直りしてくれてよかったよ。その節はご迷惑を。本当だ。君と別れた後もシロウに会ったら陰でひどく当たられたんだから。でもあいつが悩んでいるのはすぐに分かったよ。変わる予兆だと思った。俺はずっと
それを君に期待していた。あいつは変わったよ、君のおかげで。その分辛そうにも見えるけれどね。辛そうに見えるのであれば、その変化が先住院さんにとって本当に良かったのかどうかは分かりません。君が気に病むことじゃない。あとはシローが自分で型をつけること。あのままじゃあいつはいつかダメになると思っていた。自分で自分の知らないうちに自分を追い詰めて潰れてしまうんじゃないかと思っていた。しかもその弊害に誰かが傷つくことになる。いや、なったのか。住吉さんのことね。私がもっと早くに、もっと強く訴えていれば、あんなことにはならなかったかもしれません。どうだろうな。それがきっかけで変わることができたというのもあるだろうが。確かにあれがきっかけだった。でも代償が重すぎるわ。あいつはこれから自分と向き合わなくちゃならない。それはあいつにとってとても苦しいものだろう。君にこんなことを頼むなんておかしいかもしれない。だが君にお願いしてもいいかい？何をですか？あいつのこと、シローのこと。ありがとう。お疲れのようですわね。うるさいよ。ちょっと付き合え。朝ヶ谷さんって先住院さんに甘いわよね。まったく、連日追い回されたと思えば当日まで取り囲まれるなんて、たまったものじゃないよ。自業自得だと思いますけれどね。綺麗。楽しかったな。まるで夢みたい。夢だと思っていたのか。私にとってはそれくらいのことだったんですよ。バカだな。でも本当に現実じゃないみたい。Thank you.
前に一度僕の父と会ったことがあったよな。いや、会ったというのも少し違うか。そうですね、お見かけしたという程度ですけれど。僕の父は幼い頃から家族であることを誇りにしている人だった。家のために尽くして生きてきた人だから、息子の僕にそれを強要することを何とも思わない。全く家族然とした人だよ。幼い頃からずっとそういう教育をされていたのなら、お父様は先住院さんにとっての全てになり得たのでしょうね。僕は自分が同じようでなくてはならないと思うと同時に、そうなることがすごく嫌だった。家族が嫌いで、父親に見放されることが怖い。だから認めてもらう努力をして、せめて道具として扱ってもらえるような自分でいるんだ。道具であることを自覚した上でそうであろうと努力するのってどんな気持ちなんだろう。鬼の存在を知って、人間をはるかにしのぐ能力を持つ彼らの前では、僕はどうあがいても無力だと思い知らされたんだ。その途端、自分の価値がまるでないもののように思えた。そんなことないのに。鬼と契約することができても、主は鬼に守られることしか能がないのに、自分の出生もこの力もこのひねくれた性格も全て馬鹿げている。くだらない。そんなことありませんよ。くだらないことなんてありません。どうしてそんなことが言えるんだ。私がそう思うからです。完璧じゃないあなたのことも含めて。完璧でなくては意味がない。どうしてですか。だって他に秀でた人間がいるのなら、劣っている人間は必要ないじゃないか。そうだろう。そういうことではないわ。気づけないくらい先住院さんにとっての家族は重たいものなのかしら。私はあなたのことが必要だと思います。誰しも得意なこともあれば不得意なこともあるでしょう。人は一人では完璧にこなせないから、協力し合って生きるのだと私は思います。全てを完璧にこなす必要などありません。そんなに自分を追い詰めなくていいんですよ。だってあなたは今清涼院にいるじゃない。先住院さんが今生きているのだってあなたにそれだけの価値があったからなのに。住吉さんが守ったのはあなたなんですよ。あなただからだったんです。
それに少なくとも私はあなたを必要としていますよ。隣に立ってあなたに認めてもらいたいと思うんです。だから先住院さんにそんな風にご自分を否定してほしくありません。にいつの間にか置かれていた百合の花、あれは先住院さんでしょ。本当にひどかったり冷たかったりするのならああいうことはしてくれないでしょ。あなたはもっと自分を認めてあげてください。大丈夫です、あなたにはきちんと価値があります。私もあなたがいてくれてよかった。もういい。もういい、分かった、もう十分だ。どうして？ひどいこととかたくさん言われたし、憤りもしたんだけれど、私を知っている。そんなわけないわ。